くにあれば認知や尺で明るくにあったり130.303センチ胃に宿 0.9144 レンドル1ポンドは約 0.454キログラム 基準が違うとどれだけ物が作りにくくなるか想像できるか宇宙文明宇宙の真理も同じなんだ人間が UFO を作らないのは体が合わないから知識で考える人あれば知恵で考える人記憶力で考える人本能で生きる人いるのが人間が人いるのが人間なんだ数人とだ人間が宇宙人といるのだセンチで測る国あるかインチや尺で測る国あった 130.303センチ ヒーラード 0.9144メートル 1ポンドは約 0.454キログラム 基準が違うとどれだけ物が作りにくくなるか想像できるか宇宙文明宇宙の真理も同じなんだ人間が UFO を作れないのは単が合わないから知識で考える人あれば知恵で考える人記憶力で考える人俺と本能で生きる人いるのだ人間が宇宙人と交流できないのは人間と違う考え方な文明を厄介し考え方を消費したそんな人間を宇宙が受け入れると思いますか人間は多様な文明を厄介し考え方を消費したそんな人間を宇宙が受け入れると思いますか人間は違うものを無理やり量引くし自分たちの価値観念価値観に組み入れようとするそんな人間を宇宙が中が宇宙を無理を知っておりことを知ってるためか宇宙人は尻に上がるが運命は結果的に自己崩壊することを知っているのだ消えるために発達する文明そんな意味な文明と交流したがるとどう思いますか宇宙人は地球人の姿になって呼吸しようとしたそれが地球上の天才たちだほとんどの天才たちは封印され潰された一部のもののき益と嫉妬のために人間が宇宙人とはいけないんだ違う時間を理解できないもんほとんどの天才たちは封印され潰された一部のもののき益と嫉妬のために妖精だって要するに違う文明を受け入れられない文明は宇宙に出てはいけないんだ違う価値観を理解できないもの自分の価値観を押し付けるものは宇宙では嫌われるんだ戦争は異文化への押し付けで起きるんだああ争いは口論は価値観の押し付けで起きるんだないから戦争は異文化やの押し付けで起きるんだ争いは口論は価値観の押し付けで起きるんだうち意見としてねうち意見としてねうち意見としてね違う文明を受け入れられない文明は宇宙に出てはいけないんだ違う価値観を理解できないもの自分の価値観を押し付けるものは宇宙では嫌われるんだ戦争は異文化やの押し付けで起きるんだ争いは口論は価値観の押し付けで起きるんだ宇宙人にはそれがないから戦争も業務嫉妬もないんだ宇宙人と交流したければまず天才を受け入れる塗料を持つこととな異質なものを拒絶する態度を食べることだな一意見としてね一意見としてね違う文明を受け入れられない文明は宇宙に出てはいけない
はそれがないから、戦争も暴論嫉妬もないんだ。宇宙人と交流したければまず天才を受け入れる。土俵を持つこととな、異質なものを拒絶する態度を改めることだな。一意見としてね。国あれば、インチや尺で測る国。